今回はおすすめのサッカー漫画を7本紹介します。それでは行きましょう。飛行の1本目、カテナチオ。僕の友達の YouTuber が推している2022年10月から始まった漫画。この漫画の特徴は主人公のポジションがセンターバックであることなんです。センターバックというのは攻撃参加はあまり行わない守備のポジションです。主人公は高校生の荒木。もともと荒木のポジションはトップ下のミッドフィルダー。攻撃寄りのポジションでした。荒木はプロを目指しているスーパーストイックな男で、家に帰ったら試合動画を見たり語学の勉強をしたり、人生のすべてをサッカーに捧げて努力してきました。でも荒木は一流の選手にはなれず凡人となり、全国大会出場をかけた試合で荒木は監督の命令によりミッドフィルダーではなくセンターバックとして出場させられます。その試合で荒木は相手チームのエースを抑える大活躍。偶然その試合を見に来ていたサッカークラブのスカウトからは天性のセンターバックだと評価され、荒木は入団のオファーを受けます。でね、そのスカウトは日本のチームではなく実はイタリア一部のサッカークラブのスカウトで、荒木は高校卒業を待たずに欧州に渡ってプロ契約を結びます。センターバックとはサッカーの神に愛されなかった凡人が持てる全てで才能を握りつぶす場所を追い、今言った言葉はこの漫画の核となる言葉です。この漫画カテナチオでは荒木がヨーロッパに渡って熾烈なレギュラー争いをしながらセンターバックとして活躍する姿を描きます。異世界転生もののナロー系漫画のようにテンポよくサクサクと物語が進んでいきますし、主人公のポジションをあえてセンターバックにする設定の面白さもあって僕の友達が推している理由がわかりますね。気骨の2本目、ミスターシービー。2018年10月から始まった漫画。この漫画の特徴は主人公のポジションがセンターバックであることなんです。この漫画の舞台は日本のプロ3部リーグに所属するクラブチーム東京アンダーズ。東京アンダーズは実力はあるものの毎年2部に昇格できず低迷していて、オーナーからも見捨てられているようなそういうチームなんです。本作には主人公が2人いて、1人目の主人公は元日本代表のセンターバックで東京アンダーズの象徴的存在の吉永守。年齢は40歳を超えています。ある日吉永はもう1人の主人公であるちぎらあきらに出会いました。ちぎらは高校のサッカー部に所属していて、ポジションは吉永と同じセンターバック。ちぎらにポテンシャルを感じた吉永は自分の年俸を0円とする代わりに東京アンダーズにちぎらの獲得を要請しました。その後ちぎらは東京アンダーズに入団し、吉永の家で下宿することになります。この漫画ミスター CB は吉永の指導の下で成長していくちぎらと東京アンダーズを一部昇格させるために奮闘する選手の姿を描いていきます。本作はジャイアントキリングと同じ原作者である綱本雅也先生が務めているので、ジャイキリ好きな人はこの漫画も好きになれるはず。ここからは1本目に紹介したカテナチオとの比較になるんだけど、さっきも紹介した通りカテナチオはちょっとナロー系な感じがするかな。主人公は今までずっとミッドフィルダーだったのに急にセンターバックにジョブチェンジしたと思ったら、 J リーグ挟まずに突然イタリア一部のサッカークラブに異世界転生。早いテンポでポンポンと物語が進んでいく今風な漫画。ミスター CB は読者にまで香りが届くくらいに泥臭くて、じっくりと時間をかけて物語が展開されていきます。この漫画の特徴としては練習に野球を取り入れたり、常人には理解できないようなぶっ飛んだことをするんだ。奇抜ではあるんだけど作者のサッカー理論が伝わってきて面白いんですよね。記載の3本目、ブルーロック。アニメ2期と映画エピソード何が楽しみな漫画。この漫画最大の特徴はフォワードの育成。ワールドカップ優勝に導く日本原産の最強フォワードを育成するのがブルーロックのストーリー。物語は高校生世代のフォワードが300人集められるところから始まります。ブルーロックではこの300人のフォワードが練習と選考を兼ねたデスゲームをすることになるんだ。一次選考、二次選考、いろいろあるのですが、次の選考に進む者もいればもちろん脱落する者も現れます。そして選考が進めば進むほど生き残るフォワードはくせ者が多くなっていきますよ。ブルーロックの原作者は神様の言う通りでもおなじみの金城宗幸先生ということもあり、デスゲームに関する演出は素晴らしいですね。読んでいて脳汁出っぱなしで面白い。あともう一つブルーロックには特徴があって、それは本作の序盤は最強のフォワードを育成するってコンセプトに沿って物語が展開されていくんだけど、途中から徐々にこのコンセプトから外れていくことです。最初300人が集まった時は300人全員が最強のフォワードを目指してデスゲームに挑んでいたんだけど、途中からゴールキーパーとかボランチを目指す人が現れたりするなど、おのおの自分の歩みたいサッカー人生を自分自身で選ぶようになります。こういったシーンから高校生たちの精神的な成長を見ることができて、僕は結構好きなんですよ。ちなみに僕はカテナチオをおすすめしてくれた友人からおすすめされたのがきっかけでブルーロックを読み始めました。奇抜の4本目、11分の1。本作の主人公は安藤空。チャンピオンズリーグで優勝し、世界で最強のチームの11分の1になることを目標にサッカーに情熱を捧ぐキャラクター。この漫画は主人公がチャンピオンズリーグ優勝を目指してサッカー選手としてのキャリアを積み上げていく姿を描いた漫画ではありません。この漫画は主人公を中心に周りの人間模様を描いた漫画なんです。オムニバス形式といいますか、クラブの傲慢オーナーの話とか、安藤の妻の父親の話とか、チーム
のセカンドゴールキーパーの話など、いろいろな話が本作には詰まっています。しかも話は時系列順になってなくて、今回の話は時系列的に安藤の高校時代の話だと思ったら、次の話ではプロ時代の話になってたり、さらに次の話では子供時代の話になってたり、その次ではまた学生時代の話に戻ったり、今度はおじいちゃん時代の話になるなど、様々な時系列を行き来しながら素敵な話をたくさん描いていきます。その話を全てつなぎ合わせると、本作の主人公がどういった人間性でどんなサッカー人生を歩んで、周りの人間からどんな風に思われているのかがわかるような仕掛けになっているんですよね。俺の人生はサッカーで、サッカーが全てだってそういう感じではなくて、サッカー以外にも大切にしているものはあるよ。むしろ長い人生で考えたら、サッカー以外の他の要素の方が人生を占める割合の方が大きいかもねって、そういう描き方をしているんです。作者が近接すれすれの直でサッカーを見てるというよりも、包括的に人生の一部としてサッカーを見てる感じが伝わってきて、この漫画は面白いんですよ。奇襲の5本目、フットボールアルケミスト。この漫画は選手ではなく、サッカー界を裏から牛耳る代理人の活躍を描いた漫画なんです。知らない人のために軽く説明すると、代理人というのは選手とクラブの間に入って、選手の代わりに年俸や契約条件などをクラブと交渉する人のことですね。そして仲介手数料として選手の年俸の 10% 程度が代理人に支払われます。本作の主人公は代理人の先崎。主人公の仕事のスタイルは有名プレイヤーの代理人になるのではなくて、無名の新人を発掘して育てて市場価値を高めた後に他のクラブに移籍させる、こういうスタイルということもあり、世間からは金の亡者とか悪魔とか錬金術師と呼ばれている金満代理人。イメージは最悪ですが、この漫画では主人公を通してサッカー界の闇を描きます。監督への愛や、クラブオーナーへの不正なキックバック、特定の選手を飼い殺しにして干す嫌がらせ、代理人が契約を結んでいる選手をスタメンで起用させろという圧力など、闇がこれでもかというほど出てきます。代理人がクラブに持ち込む仕事は闇営業だし、代理人とクラブとの会話は闇と多く、主人公もね、多少は賄賂とか使うんだけど、それは自分が儲けるためではなくて、あくまでも選手のために使う。主人公曰く、国の代表監督に賄賂を渡して、自分の契約選手を国際親善試合の代表メンバーに選出してもらうことは、モラル違反だけど許容範囲らしい。だけど自分の契約選手をクラブに高額な年俸で契約させて得た仲介手数料の一部を、監督やオーナーにキックバックするのは NG 行為。サッカー素人の僕からすると、どちらもアウトなんじゃねって思うんですけど、主人公には主人公なりの哲学、選手ファーストの精神があって、それを読んでいくのは面白いですね。あと仙崎には夏目という部下が一人います。夏目の兄は U16 のチームで八百長事件を起こした元監督で、兄はその八百長事件以降失踪して姿を消した。夏目は兄が起こしたとされる八百長事件に疑問を持ち、事件を調べるため、そして行方不明の兄を探すために代理人になったんです。今まで紹介してきたカテナチオとかブルーロックはスポットライトの当たる光の世界でも、この漫画は金と権力が渦巻く闇の世界。他の漫画とは違う角度からサッカーを描いていて、フットボールアルケミストは面白いんです。奇遇の6本目、ジャイアントキリング。この漫画の特徴は主人公が選手ではなく監督であることです。主人公は元日本代表選手の辰巳武史。辰巳は現役時代、戦略とゲームメイク能力で何度も逆転劇を巻き起こしてきたスーパープレイヤーだったんです。アイシールド21の昼間のような、そういうプレイヤーでした。辰巳は現役を引退後、イングランド5部リーグのアマチュアクラブの監督となって、イングランド1部のプレミアリーグのプロのチームと互角に戦えるようにまでチームを成長させてきたんです。本作は監督としても能力を発揮しだした辰巳が日本に戻り、フルスチーム ETU に監督として戻るところから物語が始まります。弱いチームが強い奴らをやっつける、サッカーは騙し合いのスポーツ、この2つを心情にして弱小クラブ ETU を優勝に導く辰巳の姿、この漫画ジャイキリでは描いていきます。サッカーをプレイするだけじゃなくて、クラブ経営やリーグ戦のシミュレーションをするような、そういうゲームとかアプリとかあるじゃないですか。そういった類のものが好きな人にはこの漫画はめちゃくちゃ刺さると思う。個人的にはサッカー初心者というよりもサッカー通のクロート向けの漫画なのかなって思いました。もちろんサッカーに詳しくなくてもこの漫画は楽しく読めますよ。奇跡の7本目、少年シック。直撃の相場。天幕キネマの作者が描くサッカー版のメジャーと呼ばれている漫画。主人公は小学6年生の大鳥春樹。三崎 FC というサッカークラブの不動のエースフォワード。ある日大鳥たちの学校に神妙が転校生としてやってきて三崎 FC に加入します。神妙の夢はチャンピオンズリーグで優勝すること。かっこよくて女子からモテる神妙を大鳥はライバル視して、大鳥もチャンピオンズリーグで優勝することを目標にするんだ。その後本作は大鳥と神妙を擁する三崎 FC が大会で勝ち進んでいくところを
を描きます。また主人公が中学や高校に進学するにつれ、三崎 FC の仲間や他チームのライバルが学校の部活に所属するのか、クラブのユースチームに所属するのか、部活に入るとしたらサッカーの名門と呼ばれるような私立の学校に進学するのか、それとも友達がたくさんいる地元の公立の学校に進学するのか、もしユースチームに所属するとしたらどこのチームのユースチームに行くのか、そもそもサッカーを続けるのか、登場人物を通してこういったサッカー人生の選択を描く予定だったんだと思うけど、15週で打ち切りとなりました。面白くなりそうな気配が漂っていたので続きが読みたかったですね。やっぱジャンプでの連載は厳しいんだな。ということで、喋ることが何もないので今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。